はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサガ3リマスター版、前回の続きをやっていきます。で、モーゼスのこの井戸の中に入っていくところからですね、一体この井戸に何がということで、死者の井戸からやっていきましょう。で、これは左が何かあった気がする。正規ルートではないけど宝箱があるね。ブラッディーソード、これファイナルストライク使えたよね。ファイナルストライクも使っちゃうか。別にブラッディーソード自体はいらないからね。特殊ファイナルストライクあるね。これも使おう。ちょっとね、倒せるかが不安なんだよね、ここら辺のボスが今の戦力で。あ、なんか敵もちょっとごっついやつが出てきてんな。一応回復はナーミカエルができるっちゃできるからね。あと高級傷薬とかも最悪持ち込んで持久戦を狙っていくか。ここの死者の井戸は死者の井戸でボスキャラがいて、で死者の井戸から上がるとウンディーネとボルカノがいるんで、この2人の方がちょっと問題なんだよね。ファイナルストライクがどれほどの力を出せるか、まあそれにかかってるけど、ボルカノをウンディーネ戦で使うか。まあ、ちょっとでも戦力強化をしていきたい。スタンした。え、結構食らう。ちょっと敵強くね、ここ。ここの敵が強い。それとももうそういう段階に来たのかな。え、普通に強い。ちょっと待って。一人一ターンはちょっとかかりすぎだぞ。かといって技もなあ、あまり使いたくないんだよね。技ポイント減らしたくないんで。強え、この妖精みたいなやつマジで強え。若干なんかミカエルが火力不足になってきたな。あ、ヒロメント二段突き。まあいいや。後ろの骨の取りから先か。くちばし、これやっぱ斧が通るよね。でレイピアは全然取らない。エイミング、ここに来てトーマスがいろいろ覚え始めてきた。なんかもっとこれだっていう技も覚えたいんだけど、ま、敵が強くなってきたから結構技のひらめきも良くなってるか。混合だね。なんかもうちょっと覚えたいの。まあ、大木弾は大木弾でそれなりに火力が出るからね。でミカエルはまあスネークショットが便利なんで。これちなみに攻撃力ってさ、何に依存してるんだ。技ポイントと攻撃力と武器の、あとは武器レベルか。この3つが関係してんだろうな。まあもちろん腕力とかも関係あるんだろうけど、で基本的にこのパラメーターは動かないんで、その腕力が上がったとか素早さが上がったとかっていうのはないんで、あとはね装備とかで、まあ、若干補強していく感じにはなるんだけど、もう腕力とかはもう生まれの持った能力なんで、そこはしょうがないっちゃしょうがない。インプリズン、これってさ麻痺じゃなかったっけ。その名の通り麻痺らねえし、ダメージが出ない技ってちょっと使いづらいよね。足払いとか宝箱、霊種か。まあ、リーユニバースは基本的にダメージが出るんで、まあ、普通の通常攻撃にプラスしてっていうのを考えれば悪くないけど、効かないからそもそもこういうの。マインドステアは眠りだったはず。いや一旦倒せないか。てかマインドステアが邪魔だったな。これ見れるよね。ただ
召喚により催眠術をかけ敵を混乱させる。混乱だった。眠りじゃなかった。こいつ毒ばっか使ってくんな。意外に硬い、あの上のやつ。一応倒していこう。ここはちょっとパーティー強化も含めて。斧か、まあ、持ってる武器そのまんまだな。だからこれ一人スカルとね、結構厳しいんだよね。割とみんなダメージソースにはなってるから。一応防具は結構強めのものを装備させたはずなんだけど、まあ、所詮は売り物だけどね。2400円の鎧だよね。なんかもう強い防具とかどこで何売ってんのか、まあ、調べて買った方がいいとは思うんだけどね。うわ、スタンした。ノーラの人にはちょっとヤバそうだな。ミカエルってなんで回復すんだっけ。なんか装備してたっけ。突起バッ、顔色が悪いエレン。まあ、自動回復はあったらあったで役立つからね。いや、やっぱ強いなこいつ。かなりしぶとい。しぶといはにはちょっとしか上がんなかった。いや、全員ちょっと殲滅してこう。ここはは弱い。2発で倒せる。あとエレンが斧を通してくれれば倒せるはず。倒せない。ミカエル結構上がんねえ。この骸骨も倒す。こういうね、地道なステータス上げがスカル。斧とコンボ以外大して通らないな。なんで敵の方が回復量多いんだろう。ヒットポイント400くらいあるってこと。 10% だったとして400、まあ、そんなもんか。ミカエルもなんか 10% くらいだからね、回復してるの。20いくつ、今ヒットポイント250前後だと思うんで、248か。ユリアン結構ヒットポイント高えなこいつ。なんでだ。でどっちからいく。上からいってみよう。骸骨がいるだけ、なんもないか。結構この妖精強えんだよな。ちょっとスネークショット1回打っとくか。シャドウボルトも普通に強いし、150食らうからね。2発買ったら死んじゃうよ。死んでしまった。スネークショットでうまく2体攻撃したかったんだけど。21回復する。なんか10%は回復してないの。24だからね。9%とかそんなもんかな。え、ここマジでなんもない。そういう空間。まあいいや、じゃあこの
げ、こいつも強そう。エルフダート41か、全然だな。シャドーボルトに比べれば、いや骨系ちょっとやっぱ癖があるね。コンボと斧じゃないと全然ダメージ出ないわ。一応武器はね、同じ種類のものはなんか使いたくないよね。基本混合とか俺使わないからな、まあ、やっぱり剣、あと体術がね強いよね。ここ体術使いちょっと入れてないんで、今のところは使ってないけど、まあ、まだね最終パーティー決めてないからね、とりあえず今いるメンバーで突き進んでるけど、まあ言っちゃえば今のところノーラ以外は全部シノンメンバーだからな。なるべくなんかねちょっと主人公キャラ以外で使っていきたい気はするけど、まあ、前も言ってだけどノーラはねすぐ開発に回しちゃうからね。ノーラ開発に回すと開発枠が増えるんで。ただミカエルの場合は玉座に座れば開発ができるから、ま、開発枠増やす必要も多分ないと思うんで、まあ、今のところ入れてるけど、意外に強かったからノーラ。お、なんかやめた、キツイタッチ、うん、結構強いな。キツイタッチ自体もあんま頻繁に使う技ではなかったけど、俺の中ではこれだけの火力が出るんだったら使っていっていいかな。なんか死にそう。大丈夫か、これ毒で死んじゃうんじゃないか。倒したけどヘビコンをね意外に役立つっていう。300円、300オーラム、1000オーラムで一応 1K 的な家が買えるからね、まあ、中古だけどね。だからもしかしたらオーラムよりちょっと低い単位があるかもしれないね、このロマサガ3の世界では。いや実際ゲーム上ではないよ、ゲーム上ではないけど、その実際の私生活を考えた時、1000オーラムで家が買えるってことは、まあ、そんなそういうことでしょう。でしかもなんていうの、結構な大金っぽかったじゃないですか。普通は1000オーラム出さないけど1000オーラム出してやるよみたいな。だから中古の一軒家はまあ所詮 1K だけどね、 1K っていうか K すらないと思うけど、1000オーラもいかないにしても、まあ、倍は多分出さないと思うんで、それでも、まあ、800オーラムとかで買えるのが相場なのかな、まあ、そもそも1人1オーラムで泊まれるからね。宿に泊まるってだってそれないでしょう、まあ、ご飯ついてるかどうか分かんないけど、見る限り寝てるだけだけどさ、素泊まりだけど、まあ、実際裏方で何してるか分かんない。もしかしたらなんかね朝食付きかもしんないし、そうすると一晩1オーラムっていうのを基準に考えると、まあ、相場が見えてくるかもしれない。どこの宿屋も一緒だけど、ね、値段がなんかベッドの数足りなくても同じ金額取られるからね、一番損だよね。あ、青い火の玉が出てくるようになった。駆け抜いミス。ポリティック作らうか。うわ、やっぱそれなりに食らうな。ええー、ね君結構ダメージソースだから
外さないでほしいんだけど、やっぱオモはそういう特性があるのか。火力は高いけどやっぱり外しやすいな。で証券はやっぱ外さない。ってか霊気変わってね、ちょっとなんかその氷的なものが周りについてる気がする。前なかったよね。そういうところ一応ブラッシュアップしたのかな。さてこいつか、ちょっとセーブしよう。何が出てくるっけ。ゲッ、結構やばくね。一回スネークショット使う。後ろには打てないか。どうする。翡翠たちと十文字切り変わんねえじゃん、その消費が。回転劇、いやここでファイナルストライク使うのはちょっとさすがにもったいないよな。脳削りと二段突きとエビグってどれが強いんだか分かんねえし、特徴書いててほしいんだけど。89、通常攻撃でこんだけ食らうのか、ちょっとやべえな。スネークショット、やばくね。ソードバインド使ってくんの。弱みすぎやがった。これ1ターンで誰も倒せないって、いやかなりやばいぞ。ミカエル回復に回さないとちょっときついよね。シャッタースタッフって何。あ、味方全体回復できるのか。これはでももう最終決戦まで取っときたいからね。こんなところで使ってらんねえよ。いやこれ勝てなかったらちょっと修行の旅に出よう。勝てなさそう。パワーヒール、これ何に依存してんの。あ、魔力か、多分魔力と武器レベルだろうな。武器レベル関係あんのかな。化身だ。あ、上のなんかゴースト弱えな。チョンパは状態異常が厄介だからな。ゲくんのかよ、なんだよこいつら。精霊石、精霊石使う。まあ一回ミカエルを蘇らせよう。高級傷薬で。弱いって言っても一人じゃ倒せないか。エレンがやられた。あ、こいつは一体で倒せんな。倒してもさ、復活してくる分だけまかないきれないんだけど。これ2体くんじゃん。この2体倒してターンが終わるからね。ちょっと自利品だなこれ。回転劇下にやろって、精霊石使っちゃおう。起きろ、お得意の叩き起こし。回転劇で一発のはずで、十字切りも一発のはず。 OK で精霊石、どんだけ当たんの。ああ、それなりに当たる。最初に精霊石使っておけばよかったな。ってかガストとゴーストってどっちが強いんだろう。もうちょっとミカエルは回復役だな。もう減ってるやつから回復していこう。大木弾があんまり強くないんだよな。どうする、火星の砂。ガスト強え、やべえこれ。ああ、火星の砂もまあまあだな。ベルセルクとか、マジか。どんだけ強化されるんだ。いやマジ自利品だこれ。うわ、どうにもなんねえや。ちょっと退却して修行の旅に出よう。ちょっと修行の旅に出てきます。
じゃあちょっと逃げ帰ってきたんで、どこで修行するかというと、やっぱりね、おすすめはね、魔王殿なんですよね。でも王家の指輪を手に入れたんで、四魔貴族のアラケスのところまで多分行こうと思えば行けるんで、ちょっとアラケス相手にいい技をひらめいていきましょう。ミューズのイベントもできそうだけど、ちょっとほっとく。で、四魔貴族は確か負けてもゲームオーバーにならないはずなんで、再び魔王殿で修行してきます。今ならこの鳥にも勝てそうな気がする。リベンジ。ちょっと本気出していこう。スネークショット、翡翠たち、大木弾、回転劇、相変わらずここで何使っていいか分かんないけど、二段突き。お、ひらめいた。お、指返し強い。てかこれでも死なないの？1000でも死ない。いった。まあ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 、でもやばいやばいやばい。あ、ユリアン生きてる。え、強すぎだろ本当に。え、劉備返し覚えたから退却したい。一回退却しよう。退却してセーブしよう。そしてリベンジ。こいつ結構でもいいかもしれないな。いい技を覚えるかもしれない。劉備返し6でしょ。こっちだな。あ、ヒートウェブ、これまずい。あー、でもまあこれスタンするときついんだよね。あ、覚えた。なんかライトニングピアス、悪くない悪くない。てかそこまで強くねえな。二段突きと対して変わんねえかな。いや、一撃で死ぬっていうのがな、まあ、ヒートウェーブ食らってたからか。いや、なんか倒せる気がしねえわ。何このプレイザー、強えんだけど。覚えたから退却。もうこいつ師匠だな。ちょっとさ、やばいところでセーブしてないか、これ大丈夫か。あ、大丈夫だった。ここで一回セーブし、ちょっと待って、なんか怖い。ここでセーブしよう。全体技を覚えたいんだよね、やっぱり。逃げちったよ。複数の敵が出てきた時に使いたいんで。技ポイントがだいぶ減ってんな。この戦いってかさ、普通にさ、スネークショット使った方が良くない？3体攻撃できるから。火炎が強い、そもそも。絶対死ぬからね。いや無理だ、これチャージ死ぬんじゃん。あ、死なないわ。となると、あとコンボがな、なんかいいの覚えてほしいんだよな。シャッタースタッフで叩き落とすか、叩き起こすか、ユリアンを。これもね、縦一列に来るからね、きついんだよね、スタンするし。よし、とりあえず1体。あ、やべえ、ミカエル死んだら回復できなくなる。あ、覚えた。ブレードロール、悪くない。これ何気に全体だからね。逃げよ。もういいか、ちょっとこれで。ちょっと下にいるのは勘弁だな。いけや、マジで。ブレードロール覚えたのに無駄にしたくない。一回俺が上に行けばいいのか。あれ、どっちだ。下にいるのこいつ。逃げろ。よしよしよし、逃げ切った。次、今度こそこいつらいけるはずだ。数が多いからね。劉備返し使うでしょ。これはもうブレードロールが大活躍してくれるはずで、成立機使おう。ここはあとエレンが耐えきれば。283、全然耐えきれねえわ。あー、でもこれくらいで死んでくれるんだったら、ブレードロールが入れば
倒せそうな気がするんだな。ライフスティールで死ぬんだっけ。 LP だけ刈り取られるんだったらいいね。全然マシ。OKOKOK。 よし、巻きつきで麻痺にならなかったのがでかい。じゃあ例によってお得意の叩き起こし。あとは多分攻撃してればそれなりになんとかなるはず。91とか全然回復しねえな。一発食らったら死んでしまうぞ。よし、劉備返しやれば1体は倒せるので、あとはちょっとユリアン最優先に生き残ってもらわないと。パワーヒールだな、回復で。ブレードロール、おお、いいねいいねいいね。まあ、30まひるんか。でこっちは下は倒せるはず、ブレードロールで。 OK、 これ勝ったな。よーし、これでようやくショートカット開通。これで魔王殿の入り口に出てこれるんで、ちょっと一回寝よう。結構減っちゃったからね、技ポイントも含めて。半分切ってる。ユリアンがやっぱすげえ劉備返しで使ってるから全然ないな。じゃあちょっと魔王殿の奥行きましょう。指輪を持ってるんで扉を開けることができますと。でこっからさらに奥へ。魔王殿、宝箱とか回収しつつ行きますか。なんかもうあんま覚えてないけど、これ普通の敵だよね。まあ、こいつはもう雑魚、基本的にも死ぬことはないんで、こいつごときで死ぬって全滅ね。誰か死者は出るかもしんないけど、普通に素振りだけでやっていけるはずなんで、2ターンあれば倒せるでしょう。多分全員の攻撃が当たれば1ターンでいけるな。で魔王殿は基本的に左右に部屋があるんで、そっちを覗いていけば宝箱は取れるかな。こうやってね戦闘を重ねて強くなっていきましょう。敵もいっぱいいるな。一応この世界は基本4属性になるのかな。その主張、玄武、白虎、青龍で、それに応じた多分魔貴族になってる感じなん でその4魔貴族がいるダンジョンにはそれに応じた装備が1種類ずつ置いてあるんだよね。まあ、全部が全部使い物になるかって言われたらちょっと微妙なところはあるけど、まあ、やっぱり非売品ではあるんで回収していきましょう。こいつ強えな。あれ、前々から出てきてたよな、この青い火の玉。こんな強かったっけ。てか本当にミスるな。槍ってこんなにミスったっけ。斧がミスるのはなんかイメージあるけど、槍がこんなにミスるとは。あ、これトーマス死んだな。まあ、ただエレンとノーラがいれば火力には申し分ない。まだ割と元気。これで倒したっしょ。倒してねえし。ノーラ、あ、ノーラなんか霊気に強い。なんかそんな遊びしてたっけ。この宝箱取る。結界石か。
強力な武器的なものがあるとねだいぶいいんだけど、こいつ魚鱗装備してなかったら全然違ったな。冷気と水って違うの属性的に。いやートーマスお前マジなんなの。アーメントゥームがミスりやすいとかそういうのは、いやでもそうだったら説明に書いておいてほしいよね。やっぱ槍なんだろうな、ミスの原因は。ユリアンがやられた。でもトーマスは強さそこそこある気がするから槍使ってっていいでしょう。で証券はやっぱりね火力が弱い分ミスらないよね。フリーズバリア、ただし倒した。死んだやつは上がらないからね。こいつらは雑魚だな。脅威になるやつはいないはず。シャドウボルトはそこそこ食らうけど消え。マジこのミス痛い。え、ブレードネットってまひるの。意外に脅威だったな。しかもすげえ吸い取られたんだけど。今割とミスるのがやっぱりエレンとトーマスだから、この二人にミスられるとちょっときつい。あ、これエレン死んだかもしんない。死んだ。まあ、麻痺ってたからいいけどさ、もう。雑魚とか言っときながら、死者が出てしまった。こいつはまた復活するのか。ちょっと右、覗きに行きましょう。このガーゴイルは固定だね。宝箱、霊主、微妙。ワールウィンドウなのに先手が取れないんだけど、スパイスはどれくらい上がるんだろう。一応上がるよマークはついてるけどさ、どのくらい上がるのかがよくわかんないからね。おお、このミス率。からこいつら通過していきたい。ここは無理だな。ゲッいっぱい出てきた。こいつ強いんだよ何気に。ブレードロール使おう。出たー。しかも寝た。おい厄介すぎんな。退却するか。別のやつと戦いたい。変わった。てか固定じゃなかったねこいつ。あ、火炎もなんかあれだね、周りに炎をまとってるね。
全然違うな、ダメージ量が。何が違うのか全然わかんない。鏡の世界みたいになってたけど、ブラックジャック、え、また通り。いや覚えたのはいいけど、反撃してくんねえかな。これどっちから行く？宝箱。アラケスもまた通り発動してくるのかな。そしてくれんのかな、こっちが使ったときね。あいつ結構直接攻撃系が多かった気がするから、またどうぞね、さばいてくれればいいんだろうけど、さばけねえかな。またこのパターンか。最悪なんだけど、さてこの宝箱、脱節のベルト、なんか呪われてそうなベルトだな。なんかマイナス効果はあったよね。見るだけ見てみる、持ち物で見よう。物理6、魔法防御6、これだけ見ると悪くないけど、なんかネットとかで効果を確かめないとちょっと怖くて切れない。いや絶対なんかマイナス効果あったと思う。マイナスの効果がね少なければね来てもいいけどさ、なんか混乱するとかなんかそういう系だったらそれはさすがに使い物になんないからね。ドラクエと違って呪いとかがないからね。ドラクエ呪われてると普通に外せなくなるから。呪われてる武器防具は明らかに名前が怪しいからね。175か。まあ、炎のいいところは片手だから盾が装備できる。槍は両手だから、なんかあんまりいいところが見当たらないんだけど、火力も高いっていう感じではないし、両手だしみたいな。バランスはいいよね、やっぱりミスもしないし、まあ、火力もそこそこ、技もそれなりに豊富にあるし、コンボが今のところどうなんだろうな。コンボというか打撃系、え全員これナイトコールって敵味方を合わせて、斧と槍はマジでミスる。これ斧はなんだろう、やっぱりエレンが使ってるから火力が高く感じるのかな。トーマスの攻撃ユリアンと変わんねえかな。大
いぶ先手を取られるね。どうせ先手取られるんだったら虎血陣の方がいいよな。ん、強いこいつ。ちょっとまあ弓もちょっとミス多いんだろうけど、精霊石手に入れた。前衛とか後衛とか内部弓の利点ってなんだ。じゃああれか、直接攻撃じゃないからセルフバーニングとか食らわないんだ。2人ミスった。武器は全部で何種類？まず殴りがでしょ、鉄拳、体拳。基本的にレベルは2種類ごとになってるから、剣、体拳、槍、小剣だっけ。で、斧のコンボ。弓は？弓は弓だけ？忘れ去られてる武器。ステータスを見ればね、わかるんだけど、ちょっと見てみるか。装備で見てる。いや、わかんない。これだけだとわかんないんだけど。弓はあるよね。体術、上は剣、体剣。ハンマーは、斧のハンマーだよね。で、槍？いや、わかんない。あれ、こいつ固定敵、固定の敵いたっけ。固定の敵を倒せないと先に進めないからな。あんまり早く来すぎてもこいつでつまずくっていうことはありえるね。剣体験でしょ。斧のコンボ、ちょっとそのまま行こう。もあー、これあれか、アラケスのなんとかだ。どうしよっかな。ちょっとライトニングピアスで行こう。一応全力で行こう。ここ1ターン目は2段突き。アラケスの戦機、攻撃で116、体当たり189、スタンしたけど攻撃したよね。あいつは強い。ま、負けることはなさそうだな。あとちょっと節約してこう。またブレードモールが1回入ってるから大丈夫っしょ。あ、アクセスなんか使っちゃったよ、間違えた。フェロモン、あ、ゲッ、ひでえ。エレンとかこういうムキムキのやつがいいのかな。ムキムキであれば顔は問わないっていう、まあいいよね、外見にこだわらないっていう、そういう女性は素敵だと思うよ。外見すら見せない炭バックスタブ。ユリアよく覚えるな。スバイハンダー、ライトニングピアス、まあいいや、極意取得したから。でちょっと技を見て、そうだよね、もう全部埋まっちゃったよね。一つは開けておこう。カスミダもいらないな。てかパリいらねえな。二つ開けとこう。左から覗いていく。
あれなんだこれどこだ。え、ちょっと待って待って待って、こんなん取れなくね、無理でしょこれは、無理でしょ。ちょっとセーブして、いや倒せる気がしない。マヒントステアとか絶対寝ないしな。バックスタブ6か、これ一番強いのか今のところ。大木弾2段突き、2段突きからなんか無双三段とか総流派とか覚えないかな。スコールユリアンがやっぱりあれ装備してるから振らないね。魚鱗ミスった。てかスコール一撃でさ、これだけ食らうとは。ただ199とか倒せる気がしない。よっぽど麻痺とかしてくんないと。一回攻撃か、死ぬけどね。いやー無理だな。800か回復が。でちょっとこいつも回復に走らないといけないから、3人の火力でどれだけ与えられるか。よしナイスだ。でも26、まずユリアンがね600近く与えるから。おい、ミスられると本当にきついんだよ。回復しておくか。やっぱりバックスタブがもう使えなくなったら終わりだな。いやー死んだ。回復薬がいなくなった。そして何も覚えてないからね。あ、覚えた。水地か、退却するか。ちょっと今回は本当修行に来たからね、結構技を覚えたからいいんじゃないの。もう技覚えたし逃げよう。まあ、魔王殿はまた来ることになるんで、その時に全ての敵にリベンジしよう。あの鳥のブレイサーも含めて。ちょっと右から、めんどくせえやつらだ。こいつは退却する。あの妖精が2人いるとめんどくさい。まあ、1人だったらなんとかなるかな。斧とコンボをもう1段階ちょっと強い。出た、ララバイ。これがめんどくさすぎるんだよ本当に。もう1段階強いのに上げたいんだよね。多分あるはずなんだよ、売り物として。ここなんだ、こいつがなんか強そうだな。全然違った、普通の敵っぽい。カニは硬そうだね。とりあえず売ってるものでなんか最強の武器を揃えたいよね。打撃は通るね。てかなんか斧もさ、若干打撃系な性質があるよね。斧棍棒だからね、まあ、完全打撃ではないんだろうけど、まあ、打撃寄りの斬撃みたいな。魚鱗やった。魚鱗は貴重だからね。装備してれば水の、まあ、術とか攻撃系がかなり軽減できるんで。あと開発っていつ終わるんだろう。そういえば全然見てないけど、ここ逃げ帰ったら開発状況を見てみようか。ロアーヌに帰って魚鱗の鎧とか作って
ってた気がするんだけど、武器なんだっけ、もう忘れたわ。槍召喚デッドハート、え、まだ続く、え、こいつもなんか強そうだな、セーブしとこう。の敵嫌なんだけど、え、全然普通のやつが出てきたぞ。いいのか、俺はチャンスだ。宝箱をいただく。500円、まあいいや、金はあることに越したことはない。右と左両方あったけど、どっちこれ、なんか左から行くか。こいつらを素通りして、ここでキラーンってなの、しかもいつものやつだし、できればワンターンキルしたい。オッケー、さて何が入ってる。おお、白虎の鎧。ただ白虎の鎧ってどうなの、白虎のカゴを授かる、投げを防ぐ、25、15、あでも悪くはないか。ロードアーマーよりはいい。ブリガンディ、ブラティソードって外せねえよ。呪われてる呪われてるの分かるとか、なんかさっき言ってたけどさ、しかも外せるとか言ってたけど、呪われてんの外せねえじゃねえかよ。これは使っちゃおう。じゃあやっぱりブリガンディは魔法防御がちょっと弱いから、じゃあ逆光の鎧にするか。そうするとあのドラゴンが守ってたやつって何なんだろう。かなりいいものが期待できそうだけど、ただ勝てないからね。金持ってんな、7円だけで宝箱回収したから下へ降りて、魔法でどこまで続いてんの、人権乱されてていいや。フリーズバリア、こういう時に弓だと反撃食らわないっていうのはある。で確か四魔貴族と一回戦えば、なんかあの西洋の試練みたいなのが受けられるはずなんだけど、基本弓だからな、武器は。弓使ってればちょっと行ってもよかったけど、今サラ外しちゃってるからね、かつ弓使いがいないんで。弓使うんだったらね、ちょっとサラを抜かせばツイリンがねおすすめだと思うんですよね。まだ続くか。え、長い。どうなってる。あれ、どこへ続いてるこれ。なんか牢屋みたいなとこに出てきたんだけど。いける。宝箱ある。エルダーボー。ただし使ってない。弓は。こいつらここで朽ち果てたのか。
おい、だからミスるな。ステップって何？げっ、全員スタンした。早いんだけど。ワールウィンドウマジでどうなのこれ。最初からある陣形だからね、フリーファイトよりはマシだよみたいなイメージの方がいいのかな。ちなみにコケツ陣はね、ノーラが持ってるんですよね。回収する。エーデルワイス、これなんだっけ、術回復だっけ、技回復だっけ、どっちだか忘れちゃった。しかもこれどこへ出てきた俺今。また固定敵か。ちょっとなんだなんだなんだ、全力でいこう。ブレードロール使っていく。スネークショット、裏を取る。今の何？即死効果あり？もしかして？ちょ待って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 。どういうこと今？攻撃当たんなくなかった？ミノタウルス、ハイパーハンマー。130。ガードして130か。ただヒットポイントを考えると普通の攻撃で。2、3ターンで倒せると思う。それを考えれば技をひらめいてほしいから攻撃していこう。普通にあんまり強くなかったね。では宝箱頂戴いたす。ワンダーバンク、合成術の奥義書、光の壁。そういえばこうやって手に入るんだったね。すべてのダメージを 60% にし、敵前列にダメージを与える合成術です。トライアンカで術師を配置します。こういう配置ですと。ただこれってさ、これ罠っていうかあれだよね、普通わかんないよね。あのコマンダーモードじゃないと発動しないっていう。通常のこういう戦闘だと使えないっていう。でヒューは主人公外さなきゃいけないんですよ。そんな知らないよね普通。みんなさ試してさ、なんだ使えねえじゃんってなるんだよ。なんとかミカエル生き残ったな。集中攻撃だったけど。回復量が増えてる。術をねもうちょっとなんとかしてもらいたかったよね。なんともなってないと思うんだけど、使いやすくなってんのかな。合成術を普通に使えるようにしてくれれば、まあ、術の使いどころもちょっと考えられたんだけど、これミカエル死んだな。両方はさすがにね、鍛えるとすげえ時間かかるからね。どっからどうつながってんのこれ。またこれちょっとやばそうなとこに出てきた。巨人だ、絶対無理。一応挑むけど、いや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 、勝てる気がしない。大木弾から巻き割りダイナミック覚えないかな。で二段突きから総流派かな発生するはずなんで、それを狙う。バスターウィング、なんとか生き残ってる。何も覚えない。素振りだけしていこう。死ぬか何か覚えるか、倒すか、3つに1つ。お、
ス空間てか強っ。ユリアンだけどなんでこんな、やっぱり剣の特性があるからか。ありがとうございます師匠、また来ます。いやユリアンはやばいな、強い、普通に使いやすい。カスミーナもういらないじゃん。リベンジしたときに、てかいい加減なんかボスのとこに行きたいんだけど、どうだったっけこいつらの強さ。一回戦ったけどもう忘れちゃった。疾風拳が7か、これだいぶ減るね。二段突きだけ使ってこう。スマッシュ見切った。切りの種類がどれだけあるんだろう。割と似たものはね見切れるんですよね。スマッシュはスマッシュ系統が全部見切れるはずなんで、スマッシュ、ブルクラッシュ、ベアクラッシュ、敵が使ってくるかどうかは分かんないけど、お、覚えた。骨砕き、ちょっと変わってる。あ、また覚えた。こいつ、あ、空間切り、割合ダメージだったと思うんだよね。ユリアンのマジひらめき特性半端ねえな剣の。キャラとしては優秀なんだろうな。伸びしろは一番ありそうだよね、シノン組の中で。パリいらん、なんかどっちか極意取得してくれ、封印したい。ダメだ、ちょっともう一回封印しよう。ユリアンがやばくなってきた。パリは封印する。呪文字入れもちょっといいや、一回封印しよう。もう使っていかないと技が厳しい。どうせ死ぬんだから使ってこう。まずインプリズン、これ超いらねえから極意取得しよう。で安いやつから使ってこう。あ、空間切り安くね。あとこいつは大丈夫か、まだ余裕があるから。でこいつも結構覚えたはずだから大丈夫、余裕がある。二段突き覚えよう。モーションが投げる、ゲッまひったんだけど、ハイパーハンマー、こいつ結構覚えやすい、もしかして。覚えてる、これ大進撃やった、全体攻撃覚えた、すげえ。しかこれもうあれだな、挑めるね、あの井戸のところ。やっぱり魔王殿一周するとだいぶ強くなるね。割とね条件緩くいけるから、最初のレベル上げ的なものにはだいぶおすすめなんだよね。で白鵬の鎧とかもね手に入るからね。さすがにあハイパーハンマー覚えた、二段突き覚えた。巨人とかは倒せないけど、あれこれどっち、ここからあれだな、アラケス系が出てくるね。シップ系も使えねえわ。ハイパーハンマーちょっと覚えるか、極意を。骨砕きだな、これも覚えていこう。じゃあエイミング、X 攻撃、マジか、500とか。
リアンの技ポイントがなさすぎる。おお、スタッフだ、いいね。エイミングディレイがかかるんだっけ。てかさ、極意取得するのってさ、1回攻撃すればいいのかな。2回3回ってやると極意の取得率が上がるとかってあるかな。その辺が分かんない。使えば使うほど確率が上がるっていうんだったらいっぱい使うけど、結局1回でいいよっていうんだったら意味ないからね。どっちこれ。あ、違う、これ上何もねえんだ、見せかけだ。ハイパーハンマーもあと3回しか使えない。集中力を高めた後槍の一撃、クリティカル技。え、そうなの。あれ、ハイパーハンマーって覚えたんだっけ。そういえば、スカルカッシュでいくか。大進撃5使うんだ、強かったからな。全体技を2つ覚えたから、ブレードロールと大進撃はかなりいける。しかも強いし、大進撃さて、あとは滑っていくか。だいぶ奥まで来たはずなんだよね。くそ、こいつらほんと厄介だな。敵が変わり映えしないからさ、ちょっと飽きるよね。あ、来た、アビスゲート。あれ、こんなもやってたっけ。これがアビスゲート。ちょっと待って、1をセーブする。で、なんかいい技を覚えたら死のう、てか死んで戻ろう。すぐ閉じよう。中心の光ってるところを破壊するぞ。血を流せ。補欠陣にすればよかったかな。さて、ミカエルどうする。いまいちわかんねえ。攻撃しよう。ユリアももうちょっと攻撃するしかない。絶対僕ら巻き割り覚えてんのよ、巻き割りを。で、二段突き、ちょっと総流派、焼きごて、ギャッ、強い。ミス。二段突き、発生しない。二回攻撃か。で、攻撃が二回な、そもそも二回行動の二回攻撃。あ、もう撃てない。トマホークからなんかメガホークみたいなの覚えた気がするけど、いや、素振りしとこ。ブラックジャック出た。ブラックジャックってなんか状態異常が起こるよ。分身剣、いいのを覚えてしまった。ちょっとまだレベルが低いから弱いけど、ぶちかましが来てないだけまだマシだな。ユリアもう覚えらんないよね多分。歯が立たない。焼きごて400覚えた。あれ、残像形覚えた。もういいや、これで悔いはない。もうユリアンだってさすがに覚えられないからね。死んだ。で、ここに戻されると。ここは外。
アラケスは強い。まだ勝てない。優しいな。誰が運んでくれたんだろう。というわけで、まあ、修行に関してはね、だいぶやったんで、まあ、基本みんな300超えたか、ノーラが300超えてないけど、てか、ユリアンの技のひらめき具合がちょっとやばすぎる、こいつ、剣。何にも、もう、極意取得してないから、封印するものがなくなってしまったけど、いや、ユリアン、強いね。まあ、一応そういう感想で、じゃあ次はまたちょっと井戸のところから、リベンジしていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。